ラジオ感覚で今回はお聴きください。今回は富士フイルムとライカのお話をさせていただこうと思います。えー、僕はね、SNS 最近見てたらね、富士フイルムとライカみたいな話題がね、タイムラインを埋め尽くしてた時期がありまして、えー、よくよく辿っていくとですね、お友達のところがちょっと荒れてたということがありましたけども、えー、その発端となった動画は、 私見ておりませんが、今回いい機会なので、富士フィルムについて思ってることと、ライカのお話なんかをできたらなと思っております。でだえ私がね、富士フィルムのカメラ購入したのはライカより後だったんですけども、そもそもがですね、ライカ、M 型ライカ、こういうのを購入したからこそ、こそ富士フィルムのカメラを買う、そういう気持ちになった。 まあ、それ以前にもね、富士フィルムのカメラってね、レビュー用に借りてきては使ったりしてましたけども AP、APS-C センサーですね AP。APS-C センサー搭載で、フルサイズカメラっていうのがないんですね。富士フィルムさんはね AP。APS-C センサー搭載で、すごく小さい機種があったのよ昔。昔、e、XE3 っていうやつがあったんです、X。XE3 を使ってみて、 これはマイクロフォーサーズを超えるなと。マイクロフォーサーズを駆逐する機種になってしまうんじゃないかなと。そのぐらいの、ちょっと驚きというか恐怖すら覚えましたね。僕はマイクロフォーサーズユーザーだからね。<laughs> まあでもね、ライカを買うことで、一気にその欲しさ、購入したいっていうモチベーションがね、ぐっと高まった。やっぱり、 まあ、似て非なるものではあるけども、似てなくはないんですよね。ライカと富士フィルムっていうのはね。買ってみてわかる。あ、全然別物だなって。ライカやっぱりね、まあ、ある写真家さんと、この間も話したんですけどもね、ライカの絵が出てくると。<laughs> これはね、あの、自分の味にしたい写真家さんにとっては、やっぱりちょっとね、 めんどくさいなと思う部分もあるらしいですね。ライカの絵が出てくる。それ以下、それ以上っていうこともなく、ライカ以外にはならないんですよ。ライカの絵が出てくる。絶対に。まあ、それがね、いいところでもあるんですよね。あ、ライカだなっていう感じがね。えー、そういうのが見受けられる写真っていうのもありますからね。で、富、え、士、ー、フ,フィルム。ご存知の通り、フィルムシミュレーションというのがありますね。フィルムシミュレーション。 これはですね、本当にねびっくりですね。フィルムとは何ぞやっていうのはね、もはや分かりません。えー、<laughs> もはや、忘却の彼方になってきましたけどもね、えー、フィルムをシミュレーションしてるんだと、フィルムメーカーがね、写真フィルムのメーカーが、うちの代表的なフィルムをシミュレーションしたものをぶっ込みましたよみたいなことを言われるとね、<laughs> そりゃやっぱりすごいなーってなりますよね、うなりますよね。 まあ、ところがですね私はほとんど使ってるのはエテルナとか映画用のものですねエテルナあるいは、えー、プロネガとかね、えー、まあ、そういう限られたものをほとんど使うことになってきたなという気がしますねそうでないとそうですねやっぱり富士フィルムらしい色とか富士フィルムらしいフィルムシミュレーションのものを使う好んで使うことになってきて。 まあもちろん絵に合わせてここは、えー、ベルビアが合うなとか思って用いることもあるけどもベルビア使うんだったらひょっとしてキャノンの方がまだなんかこの場合向いてるんじゃないかなとかって思うことがあると要は大,大体可能な色味とかになってくるとフジフィルムじゃなくていいよなっていう気はするんでね。 まあフィルムシミュレーションの中でも好みのものを2、3。場合によってはちょっとカスタマイズして使うっていうことが多いかなと思います。で、動画を撮ることもできますよね。もちろんね、富士フィルムはね。動画を撮ることができるんですけども、4K 動画とかがね、この、これは XT4 という、そういう機種ですけども、これがですね、 アルファ7シリーズ。ソニーのアルファ7シリーズと同じようなサイズ感なんですね。<laughs> APS-C センサーですよ。APS-C センサーなのにそんなにでかいボディでいいのかと思ってらっしゃる方もいるでしょうけども。まあ、例えばこのご覧ください。ダイヤルを用いた。 この軍幹部のダイヤロンを用いた操作とかね。えまあ、そういったもろもろによって、私は非常に使いやすいなと思いますし、例えば動画を撮るにあたっては、これ、センサーサイズが APS-C です。フルサイズセンサーじゃないです。フルサイズセンサーで動画撮った方が綺麗なんじゃないのって思うでしょうけども AP、APS-C のセンサー、まあ、 あれですよ。スーパー35に近いわけですよ。わかりますえー、35ミリフィルム。皆さん思い浮かべるのは35ミリフィルムのロール。横。横ですよね。写真フィルムって。映画のカメラ想像してみてください。映画のカメラってこう、こういう感じのマガジンをガチャッとつけるわけです。このマガジンの中に、こういう風に入ってるわけですね。 つまり、ロールは、ロールは、真正面から見ると、こう、こうなってるわけですね、ロールが。縦なんですよ。映画のフィルムっていうのは縦なの。横のものを縦にするとどうなりますか横のものを縦にするんだよ。そして横長で撮る。フルサイズ、APS-C。こういうことです。 なので、えー、むしろ動画撮る分には、富士フィルムのカメラ、APS-C センサーのカメラ、積極的に使っていっても間違いではないです。えー、伝統的な35ミリフィルムの、えー、映,画映画フィルムの面積と、まあ、似たような感じで撮れるんじゃないかなと思います。あなたが満足するならですよ。<laughs> それでで満足ならですよ今何分喋ったあ、結構喋っちゃったな。長いな。えっと、長くなってもいいか。ね。しょうがねえな。え、で、ライカ、M 型ライカ。M 型ライカは、え、いいカメラです。はい、以上 <laughs>。M 型ライカっつうのは、また別途語らないといけないわけですよ。で、えっとですね、こちらにですね、ライカ Q2 というのがあります。 ライカ Q2 というのはね、これね、優れたコンパクトデジカメでしてね。ライカ Q2 ね。えー、ライカ Q2 と私はやっぱりね、比べがちなのは、富士フィルムで言うと X100 シリーズですね。X100V っていうのが最新ですけども、X100V と比べがちになってしまうけども、まあ私実際比べてしまいましたけども、うーん。 あれはあれでいいのよ。光学式ファインダーだし。はっきり言って X プロシリーズよりもいいのよ。あ、言っちゃった。<laughs> 僕にはね、僕は X プロシリーズよりも好きっていう話だけどもね。えー、そういえばね、また富士フイルムにも <laughs> 話戻ったりするけどもね、XT4 しか持っていません、今。X シリーズいっぱい買いましたけども、 えー、X Pro、え、X-T4 のみです。今持ってるのが。えー、X-E3, X-E4, それから X Pro 2なんていうのも買いましたし、えー、その他いろいろ富士フィルムさんから借りてね、使わせていただいたりとかしてましたけども、まあ全部手放しました。あのー、今 X-T4 のみです。これがうちにあるカメラの中で一番、あのー、 存在意義があるし、存在感を放ってたのもこれだなと思いました。あの、どういったことをしてるかっていうと、富士フェルム純正レンズのみではなくて、様々なオールドレンズを楽しむってことがね、えー、そういったことが出てくると、やっぱり大きめのボディっていうのはね、助かるわけ。小さいボディに、オールドレンズって言ったらさ、やっぱりフルサイズ用がほとんどなわけですよ。 ね。MF のレンズ、マニュアルフォーカスレンズはいくら小さいって言ってもね、やっぱりこういう APS-C ボディに対しては割と大きめになってくるわけで、だったら一番大きなボディ、しっかり握れるタイプ、こういうので撮影した方がいいなと思いますね。まあ、それ以外にもね、あの、トータルバランスがすごい優れてるっていうのがありますね。あの、プリレン車。 プリ撮影なんてこともできますからね。えー、要は、野鳥撮影とかも可能なわけですよ。ね、で、えー、最新の XH2S なんていうのもありますけども、私的にはこのグリップが、XT4 のグリップがすごく合うということでね、まあ、これ、これで保持しました。 XH シリーズの後継機が出てきたら買い替えだなってずっと考えてたんですけども、このグリップの方が好き。で、この形、この軍艦の、このダイヤルの操作性が好きっていうことでね、えー、保持ですね。あ、またこの話に戻っちゃった。好きなのよ。<laughs> XT4 がすごく好きなんですよ。はい。あ、そうだね。あの、軍艦部の 軍幹部のこのダイヤル操作。ま、いずれにしろね、ライカにしろ富士フィルムにしろね、えこれはフィルムカメラから踏襲してる部分ではありますのでね、えライカと富士フィルムが似てるというよりは、フィルムカメラから、えその操作性をね、引き継いでると。そこにインスパイアされてるという感じのものですよね。で、あのライカ。 ミラーレスありますよ。ででーん。l i カ a SL2 というものです。すんげーでかい。重い。<laughs> オートフォーカスですよ。l i カ a だけど。オートフォーカスのレンズがあって。まあ、L マウントですね。こっちこっち ?L マウント。シグマ、パナソニック、l i カ a の L マウントです。その始祖となった SL シリーズですね。 あのー、非常に使いやすいです。でも、あのー、僕が一番これに求めてたことっていうのは、l i カ a M マウントレンズ。こいつのレンズ。ね。M 型 l i カ a の M マウントレンズを、マニュアルフォーカスです。マニュアルフォーカスレンズを、ちゃんとピント合わせたくて、この EVF。 多分ね、世の中のミラーレスの中では最高峰に位置する EVF ではないかなと思います。すっごくいいファインダー。皆さんもね、店頭にあったらね、ぜひ覗いてほしいんだけども、これはすごくいいファインダー。なぜならですよ。これはなぜ購入に至ったかっていうと、75mm の F1.2 というレンズがね、あるんです、ライカに。マニュアルフォーカスレンズで。 いい 75mm の F1.2 ですよ。ん ?F1.25 だっけな。まあなんか明るいやつがあるんです。ノクチルックス 75mm ってやつなんですけどもね。50mmF0.95 よりもボケは大きいっぽいですね。確か僕のうろ覚えではね。それをつけてピントがあったんですよ。すっごい薄いピントですよ。 それがね、きっと、合うんだ。それぐらいいいファインダー。いやー、素晴らしいです。あ、もちろんピーキングとかなし。拡大もなし。ピーキング拡大なしって。まあ、まぐれもあるけどもね。<laughs> 拡大した方がより確実にピント合うんだけどもね。いや、すばほんと素晴らしいなと思って買いましたね。ただ、ただ、 えー、こ,れこれとほぼ同じ重さ富士フ,フィルムからもそういうカメラが出てますこの2つほぼ同じ重さです l i カ a SL2 それから富士フィルムのじゃーん GFX100S これね l i カ a SL2 と GFX100S っていうのはねほぼ同じ重さ 確かこっちの方がちょっと軽いんだよね。<laughs> こっちは、ライカはフルサイズです。ね、こっちはいわゆる中盤センサーですね。ラージフォーマットというものですね。まあ、いろんな写真家さんが使っておりますけども、 ま、人によっては、あの、お仕事、完全にお仕事カメラだから楽しくないよみたいなことをおっしゃってる方もいらっしゃいますけども、私逆で、これほどね、これほど修差が楽しいっていうものがないんですね。レンズのいろんな修差が見えるんですね。このフルサイズよりも大きなセンサー。めちゃくちゃ大きなセンサー。これに何をするかっていうと、 イメージサークル小さめの、要はフルサイズ用のオールドレンズ。フルサイズって言わないか。35ミ、mm、リ版ですよ。35ミ、mm、リ版のオールドレンズを、より大きなセンサーのところにぶっ込むんですよ。本来この、このぐらいしか映ってないのがこの全体で映ると。いいですか。本来こんな、こんな用のやつがこのぐらい 開け透けにされてしまうわけですね。穴をぐーッ広げるような感じの。その見え方ったら素晴らしいですよ。何が素晴らしいってですね。ここで、ここで、えー、このライカとかの話に戻るわけですけどもね。ライカ。えー、今このレンズはエルマーっていうレンズがついてるんだけどもね。ライカの代表的なレンズといえば、やっぱりズミルック。 ズミルックスとかねノクティルックスなんていうレンズもありますけどもねどうもね昨今の目で見るとあれだなと思うんですね周辺が周辺のね後継色があったりとかするんだけどもねあと今造面湾曲みたいなものを感じるレンズとかもあったりとかね でもそれが、ライカを使う人ってなんか、M 型ライカね。M 型ライカを使う人って、ズミロックスとかはさ、不思議な立体感があるっておっしゃる方がね、多いですね。不思議な立体感がある。そういうライカのズミロックスレンズ。今言ったやつですよ。造面湾曲とか。<laughs> <laughs> その、それによる、ね、もろもろ、後継色だとか、各種色収差が、もう、はっちゃけてしまう周辺部を、どんな35ミ、mm、リ版レンズでもこの中盤センサーに乗っけてしまえば、そういうレンズになってしまう。原理的にはお分かりですよね <laughs>。原理的には周辺部ない、ないはずだったのに、周辺部見せちゃうわけだから、これによって。 中盤によって。そらね、スーパータクマーとかね、生まれ変わりますよ。れなんとダメな周辺部だと <laughs>、えー。和製ズミクロンと呼ばれたリケノン 50mmF2 というレンズがありますけれどもね。まあ、やっぱり味わいが変わってきますよね。何が和製ズミクロンだかみたいな。<laughs> 味わいはもう全然違う。もう本当にね、35ミ、mm、リ版のオールドレンズをこの GFX に付けるだけで、すべて味わい深いレンズになる。最高です。<laughs> 思いのほか映るなって思ってたオールドレンズも、全然ダメなレンズに変えます。ここに魅力があるわけですね。 もちろんね、GFX100S は純正のレンズを使うことで素晴らしい写りをする1億画素のカメラです。ただ1億画素忘れてください。1億画素ここで忘れる。中盤、中盤センサーというところを重きを置いてみましょう。とにかく周辺がダメなことになるっていうね、そういうオールドレンズの楽しみ方ですね。これが、 あのー、ライカ SL2 と同じような重さの、同じようなサイズ感のカメラで達成できてるわけですよ。しかもですね、ライカ SL2 と比べる必要はないんですけども、グリップすごくいい。僕はいつもね、 キャノンのグリップをすっごい褒めるけどもね。まあやっぱりキャノンっていうのはね、グリップをすごく研究してる会社だとは思います。ただ、これは本当にびっくりした。GFX100S、本当にグリップがすごくいい。そらね、重たいレンズつけて、この元から重たいボディに重たいレンズつける想定だからね、すごくいいわけですよ。すごくいいグリップを作ってるわけですよ。 いやー素晴らしいですね。で、えー、4K 動画が撮れます。4K 動画がまたね、これ素晴らしいんですね。あのー、で、その 4K 動画がですね、こちら、先ほどから出ております、X、XT4。これですね。XT4 と GFX100S。この2つのハイローミックスで、せ 全員違和感ないですね。いや、だからね、すごい楽しみ方ができるわけ。ライカのレンズをつけたりとかね。こっちにはタクマつけたりとかね。オールドレンズをバンバンとっかえひっかえ遊べるわけですよ。この二つで。で、動画撮ってもね、どっちもね、違和感がない。映像つないでも違和感がない。 いや、これはね、素晴らしいなと思いますね。<laughs> なんか、<laughs> 趣味の世界に入ってきたな、これな。そろそろやめるか <laughs>。はい、ということで、えー、私はですね、今ね、富士フェルムのカメラは、えー、一通り触りましたんで、えー、X、X は T4 に落ち着いてます。ね。 で、えー、これは前提として GFX を持ってるからだよというのがあります。フィルムシミュレーションを使って、えー、フルサイズ、フルサイズで撮れます、これ。で、それ以上のラージフォーマット、中盤センサーのカメラとして使う。ね。このハイローミックス。これは前提で XT4 だけに絞りました。 ね、X X-T4 シリーズは X だけに絞りました、えー、だから富士フイルムは APS-C もいいんだけどもちろんいいんだけど中盤を持ってるとさらに楽しめる中盤と組み合わせないとダメっていうんじゃなくて十分なんですよ APS-C だけで十分な画質を持ってるしすごい動画性能も僕はすごく気に入ってるあのあれがいいんです手ぶれ補正がすごくいいんですよ っていうのもあってね。あと、フォクトレンダーコシナさんがね、いいの作ってくれてますからね。フォクトレンダーのレンズね。えー、それも素晴らしい。っていうのがあって、えー、これだけでも済むんです。X だけでも済むんですけども、GFX もあると、さらに、さらにおかしくなるよ。<laughs> おかしくなれるよ。えー、ということでね。 あ、もう大好きすぎるわ, <laughs> うわ。どうしよう。どう、どうまとめるんだ、これ <laughs>。で、最後、じゃあ、あ,あれこれ、もう話、やめたんだっけいや、いいですよ。やっぱり、ライカ M 型っつうのはね、えー、基本、基本というか、えー、これが全ての礎になっていると言ってもいいのかな全ての発端と言ってもいいんですかね ね、一眼レフ全静になっていく中でこう,もう絶対たもとを分かってるわけじゃないですかカメラの歴史の中でレンジファインダーでいったのと一眼レフにいった一眼レフの先にミラーレスがあるわけだからねまあだけどレンジファインダーは元からレフレックスありませんここシャッター膜ですシャッター膜ですよ <laughs> フレックスはありません。つまり、最初からミラーレス。どういうことかっていうと、ここに外付けファインダー、電子ビューファインダーがあります。ガチャッとはめ込めば完全にミラーレスとして使えます。もちろんね、この状態でもライブビュー機能がついてますんで、はい。どうでしょう。 ライブビュー機能がついております。ね。ライブビュー機能によりまして、まあ今この状態だとミラーレスですわな。ライブビューで撮れるわけですから。はい。ということで、私はそういう風にも使っております。何もこの光学ビューファインダーだけでは撮らない。場合によっては液晶ビューファインダーも、えっと、背面液晶なんかも使ったりね、そうやって撮るわけですよ。 っていう感じでいいですか <laughs> ね、はい。だって、もう、日が落ちて暗くなってきたんだから。<laughs> そろそろ公開準備に入りますよ。ということで、えー、今回はですね、あの、富士フィルムとライカのお話を、ざっくばらんにしてみました。本当にざっくばらんで、何にもまとまらない話でしたけどもね。えー まあ、ラジオ感覚で聞き流していただければ幸い。あ、それを最後に言った、言ってはいけないのか <laughs>。最初に言えばいいんだね。えー、ラジオ感覚で今回はお聞きください。っていうのを冒頭に入れとこう。はい。じゃあ、えー、今回はライカと、えー、富士フイルムのお話をさせていただきました。また、またなんか、考えがまとまったり、話がまとまったりしたら、またね、 えー、新しい動画作りたいなと思います。皆さんのご意見とあればね、えー、コメントとか、えー、触れれば参考にします。はい。それでは。